今回ご紹介するのはロレックスの自動巻時計オイスターパーペチュアルデイトジャスト REF1601 です。ロレックス三大機構オイスターパーペチュアルデイトジャストを備えた圧倒的な知名度を誇るスタンダードコレクションです。ラグ幅20ミリ、ケースサイズ横リューズ含まず約36ミリ、縦ラグからラグ約43ミリ、厚さ約12ミリ。腕回り最大20センチ前後です。操作方法、ケース右サイドにあるつまみがリューズです。リューズはねじ込み式です。解除後そのままのポジションで手巻きができます。リューズは右回し、時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。リューズを引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。ハック、秒針停止機能はありません。デイトは針を回して調整します。日差は24時間の実測で10秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。特徴、本品は1960年から1980年代まで製造されていたアンティークデイトキャスト。ロレックスの傑作とも評価されたクロノメータームーブメント CAL1570 を搭載。
ホワイトゴールドのフルーテッドベゼルなど、高級感あふれる仕様は、生産終了ながらも未だ人気の絶えないモデルです。文字盤は放射仕上げのシルバーカラー、バーインデックスとバーハンドの組み合わせ、3時12デート表示、王冠マークが三千と輝く洗練された風貌デザインです。SS ケースはラウンドフォルム。裏蓋はスクリューバックです。バンドは社外製バンビジュビリーブレスレットを装着しています。オーナーとしての所有する喜びと満足感を満たすロレックスの一品です。コンディション、ダイヤル、文字盤、特に目につく大きなダメージはありません。文字、メモリのかすれ消えもありません。針、インデックスにサビなど出ていません。夜光は経年変化しています。ケースベゼル、裏蓋、シレ、小傷、汚れが認められます。へこみはありません。風貌、軽いすれ、小傷程度、特に目につく傷やスクラッチなどはありません。装着しての日常視認性も十分に確保されています。Thank you.
プレス、バンビ製です。すぐに装着可能です。付属品、ボックス、レッカーリ、国際サービス保証書、時計修理書、2011年12月、大丸百貨店です。時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託アンティーウォッチマンがお送りしました。